徳川成政は、徳川後三教の一つ、田安徳川家の第三代当主。一橋徳川家二代当主、徳川春貞の逸夫。母は、丸山氏。江戸幕府十一代将軍、徳川家成の異母帝にあたる。安永八年四月十九日に生まれる。天明七年六月十三日、第二代当主、徳川おさむさつの死亡以来、長く民屋敷となっていた。 田安徳川家の屋敷と領地を相続した。これに対し、御三家の徳川宗近や徳川春森は強く反発した。御三教の創立者である徳川義宗の意向に背き、将軍の諸子ではなく、御三教の諸子が相続したからである。老中、松平定信は、養母、法令院の医師であるなどとして説得した。文化10年12月25日。 第十一代将軍、徳川家成のこの成高を養子に迎える。天保八年十月には、十一位に少女する。父、春貞と同様に生前に十一位に助されるのは、異例である。成政は兄家成と同様に子女に恵まれ、縁組と財政について、抜格を悩ませた。清室広しぐう、貞子の子で着子であった、教授のほか、五代当主となる、吉寄。 正衣、慶寿松平、義長、義継など数多くの子女がいたが、天保七年八月に、教授が病弱であることを理由として爆名により、敗着となり、成政は隠居させられた。第四代当主となったのは、養子の成高で、成高が、終わり藩主に転出した後、実施の義頼が五代当主につき、先々代当主で実父の成政が、その貢献にあたることとなった。なお、 以後の田やすは、吉しよりの血筋で今日まで続いている。かえ元年6月8日に死去した。去年70。日付イコール旧歴。ありがとうございます。